実は皆さん、ここで…ちょっと待って、俺が話す。皆さん、聞いてください。この榎本って男は、僕の大学の後輩です。彼は榎本財閥の息子で、僕は貧乏人の小せがれです。サッカー部に入れば、彼はレギュラーで、僕は補欠です。会社に入れば、彼はエリートの副部長で、僕は印刷屋の連絡係です。本当にこんなに尺なやつはありません。先輩、何言ってんだよ。本当ならこんなやつと付き合うのはごめん、こう思いたい。でも僕と彼は友達です。それはなぜか、僕は彼のことが好きだからです。どうしたんですかこれは。その彼が今度素晴らしい女性と婚約します。その素晴らしい女性はこの南條智恵さんです。先輩。いいじゃないか、照れんなよ。俺は君たち二人が大好きなんだ。だからとっても嬉しいんだよ、智恵さん。絵のおめでとう。どうも、ドラマツヒロです。本日もよろしくお願いいたします。今、気まぐれ天使第43話最終話、棒切れにバラが咲くを見ていただきましたけども、先週、石田ドラマの告白シーンを特集しました。そして最後に、この気まぐれ天使の42話、石田哲夫演じる鴨忍と坂井和歌子演じる南條智恵の告白シーンを見ていただきました。しかし、この43話でどんでん返しがあるんですね。それが今見ていただいたシーンです。私、ドラマ的に言うと、イスタドラマのある意味真骨頂というのはですね、相手のことをおもんばかって他人に譲る、自分から身を引く哀愁というかですね、これこそがイスタドラマ、そして石田哲夫という俳優の真骨頂なんです。今回はそれを特集してみたいと思います。ということで、まずは先ほどご紹介させていただいた気まぐれ天使からもこのワンシーンです。デザイナーを目指しフランスに留学することを決めた大隅太鼓、旅立ちの前日、太鼓の部屋で鴨忍と二人お互いの将来を話します。今日が潮染めか。相手がいないなんてなんか寂しいな。タコも向こう行ってさ、青い目の亭主かなんか見つけちゃってさ、ジュテイム、トレビアン、メルシー、パンパーカパーン、パンパーカ。酔ったな。なんか喋ってなきゃ。寂しくてさ。兄ちゃん。大丈夫だよ。30年間一人で気まぐれに暮らしてきたんだ。これからだって同じだよ。俺が君と会っていいドアが欠けそうな気がしてるんだ。私もやるわ。兄ちゃんも頑張って。続いては水森浩介第15話、顔で笑って、こちらを見ていただきましょう。あんた誰？
新庄悦子と申します。康介さんにはいつもお世話になってます。兄貴。おう、照夫君こっちだよ。なんだよ仕事。お邪魔してます。はい、で三森康介とかっていう男のこと好きなのか。違うわ。別にあの人のことなんか何とも思っていない。あのかな、いい子だよ。だけどあの子には男があった。てめえいい加減のこと言うな。あの子は今そいつと別れようと思ってるんだよ。なあ、兄貴に嘘をついたが申し訳なかったって。康介は照夫から悦子が旅立ったと聞く。一人なく康介のもとに悦子が別れを告げに来る。嘘だったんです。マネージャーのことも地方公演のことも。分かってるよ。そんなことより君はもっと自分を大事にしなきゃダメだよ。私にもそれが分かったんです。康介さんや他の皆さんにお会いして、恥ずかしいけどそのことだけ康介さんに言いたくって。負けるなよ。また君に会えるかな。近いうちに。また振られた。いかがでしたでしょうか。この2作品のシーンを見ていただきましたけども、これですね、前回の告白シーン、要は成就する告白シーンなんですけども、どちらかというとそちらの方はですね、ヒロインの方が主導権を握って告白すると、そういうシーンだったんですけども、今回この成就しないシーン、要は身を引くシーンですね、こちらですね、まさに石田鉄郎が主導権を握って演技してる。これね、石田鉄郎ご本人が言われてましたけども、自分は3枚目を演じてるつもりはないと、自分は2枚目を演じてるんだと。なぜならば3枚目が好きな人を他人に譲ったりはしないだろうと、そう言ってらっしゃるんですね。まさにこの2つのシーンでは2枚目石田鉄郎が見れるシーンですね。そして最後にご紹介したいのが、気まぐれ本格は第38話、さよならカッパ。この気まぐれ本格はユニオン映画石田ドラマシリーズ第7作目、そう、最後の作品なんですね。私が先ほど言った自分から身を引いて去っていく、その集大成こそがこの第38話なんですね。石田鉄を扮する清水一貫が思いを馳せる義理の姉袖子、そして山内泉扮する楓、水沢明扮する陽子、この3人のヒロインがいるんですけども、石田鉄は自ら身を引いて、そして海へと旅立っていくんですね。まさにこれこそが石田鉄という俳優の真骨頂ではないかと私は思っております。ではその最後のシーンを見ていただきましょう。どうぞ。白い
たら残したら夏の日口づけしたいと またな。